はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。プレキスピリッツ2015続きをプレイしていきたいと思います。今日からはですね、阪神との、3連戦ですね。調子の方が、好調なんですけど、絶好調にしたいのでアシスタントさんを呼びましょう。アロマセラピーを受けると調子がマックスで上がってくれるはずです。いい感じですね。それでは早速プレイの方していきましょう。今日は、岩田ですね、先発。ムービングファストボール、シュートにカット、フォークとスラーブも持ってますね。どの球も一級品。この岩田相手に由伸、どんなバッティングができるかというところですね。すでにですね、マジックももう20台まで減ってまして、優勝はほぼほぼ間違いないかなというところまで来てます。で、打撃部門のタイトル、個人タイトルですね、由伸今ホームランは40本で、このまま、コンスタントに打てればホームラン王は取れるかなと。で、打点がちょっとエルドレッドに離されつつある。で、打率に関してはかなり厳しいかなというところなんですけど、ホームラン王プラスアルファね、首位打者もしくは打点王、この辺りを狙っていきたいというふうに思ってます。まずはジャイアンツの先発、小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がり一番バッターは山田ですね。入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、別に立ち上がり第1球を投げます。ところが大事なことになりますからね。なるほどね。これはセンター前です、ね、中止の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー。ただこの後は内海がアタイガス打線をきっちりと抑えて0点で立ち上がりしているようですね。バッターは3番の高橋。打点はエルドレッドに8打点、開きが畠山に1打点差で迫られているという状況ですね。さあ、そんな由伸の1回の裏、ツーアウトランナーなしで第1打席目です。いった、これはムービングファストボールですね。ど真ん中に入ってきた、おそらくムービングファストボール。いきなり飛び出しましたソロホームラン、初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いやー、これは気持ちのいい一発だ。1対0。いや、完璧に捉えました。完璧な当たりですね。見事なホームランです。そうですね。握りがちょっと見えないかな。ライトスタンドにボールを運びました。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。わあ、もう弾丸で上段まで飛び込んでますね。1回に1打席目にやっぱりホームラン打つと、第2打席目以降がすごく楽に迎えられる。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。ただタイガースの方が4点取って逆転されてます。1点でも多く取っておきたい。初球は際どいところに行きました。ストライクですね。大学に決まってます。さっきのボール、ホームランにしたボールはカットボールですね。次が3球目。このフォークは難しいところに決まってます。打ちました。そうと取った。これはダメか。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。詰まっちゃいました。そしてそしてタイガースの方がさらに2点加えて点差は4点差となってます。マウンド上は引き続き岩田。なおもチャンスは続きます。フォークですね。第1球フォークから今度はしっかりつなぎたいですね。今度は内角フォーク、これはもう完全にボール球ですね。バッターの高橋、今シーズンの得点圏打率は3割カットボール、このゲーム完全なボール球。さすがクリーンナップですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。あ、そうですか。うわ、
アウトコース打ちました。ヤマトが抑えて3アウトチェンジです。今のはスラーブかな、初めて見る球ですね。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。三塁にランナーいたんでなんとかね返したかったんですが、セカンドハーフフライって感じですか。ちょっと中途半端なバッティングになってしまいました。由伸8回の裏、これ最後のホームランを放っています。バッターボックスになりますかね。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上は引き続き岩田です。インサイド落ちました。セカンドの右抜ける、ライト前、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。小宮山さん、現在のピッチャーの、ここで安藤にスイッチして、これで1点差まで詰め寄ったんですね、8回の裏に。そして9回の裏、これが本当に多分最後の打席。バッターボックスはもうホームランを打って同点にしたい。そしてウスンファン、直球154キロ、石直球って読むんですか、これ石直球、まあ、いずれにしても S 154キロ出るストレートですね。カットボールに縦のスライダー、ツーシームにフォーク。ただ以前ね、ホームラン打ったことありますんで、まあ、失投が来るかもしれないとかいろいろ頭に入れつつ備えたいと思います。初球ボール、まずはツーシームから147キロってありますね。これは146キロストレート、ちょっとタイミングが遅かったと。ストレート、これも145キロ、振り遅れてますね。もうここは一発狙いなんで、強振のままいきます。うわ、最後もストレート、終了、空振り三振ですね。最後ね粘って1点差まで迫ってたんですが、粘りを見せていたんですが残念ながら敗戦となってしまいました。まあいい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。そろそろ能力も上げられそうなんで、ちょっとこの後能力上げましょうか。その他試合結果ご覧の通りですね、 DeNA とカープがセントラルで勝って、パシフィックの方は楽天が10対0で勝ってますね。あとはロッテとバファローズが勝ってますというところですね。これ見るともうパリーグも独走ですね。オリックス 11.5 ゲーム差ついてますね。さあ第2戦先発沢村とメッセンジャーになりますが、その前にちょっとね能力をアップしておきましょう。総力を上げていきたいので、総力を C まで増やせたか、よしよし。であとはですね、ミートも上げておきましょう。でもちろんパワーも。で守備はというと肩を上げて、こんなとこですかね。さあメッセンジャーですね、ストレート156キロ、スプリット、ドロップカーブに、この高速スライダーも持っていると、まあ、非常に打ちづらい。去年の最多勝投手ですかね。で沢村は前回の登板で確か早々にノックアウトされてしまっていたかなと思うので、まあ、今回はもうちょっと踏ん張ってもらって、メッセンジャーの調子がどうかというところですね。
さっきの試合でちらっと見ましたけど、由伸の打率は3割3分、3割飛んで3厘かな、3割飛んで3厘ぐらいだったので、もうちょっと上げていきたいかなというところですね。まずはジャイアンツの先発沢村、防御率4点台だもんな。すごく悪いっていうわけでもないけど、もうちょっとね3点台まで行ってもいいかなって感じですけどね。まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。さあ沢村、第1球、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。これは村田がさばいてますね。アウト、ワンアウトです。ただ1回の表いきなり2点取られてるな。沢村が2点取られた1回、その裏の攻撃、高橋の忍はワンアウトランナー出るチャンスの場面でメッセンジャーに対します。このチャンスに期待がかかる高橋がバッターボックスです。これはフォークボールですね。バッターボックスの高橋、今シーズン得点圏打の打率は3割3となっています。外れてくれたという感じですね。ストレート153キロ、ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。外れました。このストレートは内角高めに完全に外れてるボール球ですね。2ボール1ストライクとなって第4球になります。おお、ファウルです。これもボール球でしたね、今ストレート。2ボール2ストライクです。いい当たりだ、セカンド正面、これフォークですね。一塁アウト。まあ芯で捉えてはいたんですが、セカンド大和の正面で、残念ながら2回の裏は0点ですね。その後メッセンジャー相手にヒットを打ててないな。4回裏の攻撃になります。バッターは高橋、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。このスプリットかなりキレがあります。ジャイアンツビハインドで迎える4回の攻撃です。ストレートは外角に外れてます。ツーボールからの第3球、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。外れてこれ3ボールになります。一気に見ましょうか。そうですね、際どいがストレートのファーボールです。お、ワンアウト満塁のチャンスに広がってますね。メッセンジャーを攻めてワンアウト満塁で村田、さあ得点圏が2割か。ホームラン7本打ってますけど、オッケーですが、点差を考えるとそれ以上狙いたいですね。そうですよね。得点圏打率7割はかなり低い。さあ2球目は何か、外れていきます。さあ村田、ワンボールワンストライクからワンアウト満塁、得点圏打率2割ですけど、どうか。改めてお聞きします、バッターボックスの村田、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。これで追い込まれましたね。そうですね、ワンボール状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが進んでの強打のバッターがあるからな。そうですか、追い込まれるとかなり厳しいですよね。メッセンジャー栄光カウント、わー、やっぱりね、これこれ、このスプリットがね、切れるんですよ。そしてキャッチャーの小林、小林は1割台だからな。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には8番の小林、しっかり捉えた。これは当たりは良かったけど、鳥谷がいいプレーしましたね。ジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。まあ、攻めきれなかったという感じですね。メッセンジャーはね、ヒットは相変わらず1本なんで、さっきは配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。今日の配球ストレートが 67%、まあ、やっぱりストレート待つべきなんですね。6回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。高橋がバッターボックスに入ります。まずはそのストレート、149キロを選んでいます。ジャイアンツこれはドロップカーブかな。6回の攻撃です。さあ第3球、大きく外れてボールになります。ことは外れてます。ヒッティングカウントになってどうか。あ、いいところへ決まります。ここでストレートがズバッとくるんですよね。メッセンジャーは甘いストレートがね来てくれればっていうところなんですけど、バッターよく見ました。3ボール2ストライクフルカウントとなりました。うわ、
ていきましたが三振。150キロのストレートを外角低めにズバッときました。おおおおお、ただこれでちょっと試合の展開面白くなってますよ。7回の裏、タイガースじゃない、ジャイアンツが2点取ってますね。タイガースもその表に2点取ってるんで、3対2。1点ビハインドなんですが、2アウトランナー3塁1塁。高橋、ジャイアンツ、この回2点を返しています。まだメッセンジャーが投げてます。さあ、1点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。甘いストレートだもんな。繋いでいけるか。次が2球目。どうだ？ストレート！うわー！セカンドの左。当たりは悪くなかったんだけどな、まあ、ちょっと残念ですね。さあこれストレートだと思います。当たりはね決して悪くなかったんですが、残念。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。メッセンジャーの前に完敗という感じですか。いやーチャンスはねあったんですけどね、まあ最初のチャンスワンアウト満塁では村田と小林が、凡退してしまって、最後のチャンス反撃のチャンスはね吉野部が凡退してしまったんで、まあこんだけねチャンス潰してしまったら少ない、しょうがないですね。さあ、タイガース、2連敗中ですからね、一矢報いましょう。これは岩貞で合ってますか。ちょっと初めて対戦するピッチャーな気がします。ストレート146キロ、高速スライダーとチェンジアップにカーブとカットボールも持ってますね。プロ野球スプリッツ2015の高橋由伸のスタープレイヤーモードでは、まあ、DeNA とタイガースがね、まあ、再開争いをしてるっていう状況ですけど、実際には DeNA、リアルプロ野球の方ではもう絶好調ですからね。そのあたりのデータがいつ反映されてくるのかというのはあるんですが。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの20回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんの2人、今日は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、さあまずはタイガースの攻撃、1回の表。まずはジャイアンツ。大竹の立ち上がりがどうかというところですが、ツーストライクから第3球目になりそうですね。あのそうですね、あの後ろのバッターにですね勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。片岡抑え、変わって1回の裏ジャイアンツの攻撃はワンアウトランナー1塁ですね。3番バッター高橋由伸の打席に回ってます。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に。これは落ちるか、ダメだ、落ちないか、あ伊藤隼人が抑えてます。ツーアウトです。ちょっとね甘いボールだったんで初球手が出ちゃったんですけど、もったいない。ジャイアンツが1点先制して3回の裏、ノーアウトランナー1塁で高橋翔平の第2打席目です。まずは1球牽制球です、ね、1塁ランナーは片岡。まず何を投げてくるか。まずは見送り、ストレートは際どい、外れてくれました。気をつけたいですね。指示が出てますけど、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、ボールに成功。ストライクだったんだろうかボールだったんだろうかちょっとわからない。
ちり盗塁を決めてきました。まあここまで来たらバッターだけに集中した方がいいかもしれませんね。ツーボールですね。外れてましたね。この片岡、実は足はそこまで速くないんですよね。はい、足の速さだけなら他にも速い選手はいますけど、大体ツーボールワンストライクになったストレートを待ちます。ピッチャーのフォームや癖をよく研究しますよ。ストレートなんですね。そういうものなんですね。ファウルになります。バッターの高橋、今シーズンの得点圏打率は3割2分。ボールですね。外れてフォアボール。さあ今回はジャイアンツのワンサイドゲームになりそうな展開。5点リードしています。打順は3番高橋。今回の裏ツーアウトランナー1塁でフォアボールを選んでいます。ピッチャーは岩貞がそのまま投げてますね。2球目は何で来るか。今のはバッターよく見ましたよね。ボールワンストライクからの第3球はカットボールが低めに外れてます。どうだ、これは入るか、入るか、よっしゃー、カットボールですね。ツーランホームラン。卓球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。カットボール、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。ジャイアンツ7対0。もうワンサイドゲームだ。見事な。小宮山さん、現在のピッチャーの状態どうかなと思ったんですが、ギリギリスタンドまで持っていきました。普通ならね、あの高さではフェンスを越えないんですけどもね、伸びましたね。この追加点で最後まで優位に戦うことができます。いや、結構いい起動してますよ、西さん。ヒットの数は同じ7本なんですけど、点差は7点。タイガースの方は凡退してて、ジャイアンツの方はね、少ないチャンスを確実にものしたって感じですね。打席には3番バッター高橋。ピッチャーは筒井に変わってます。ツーランホームランを放っています。筒井の方のデータ見ていきましょう。ストレート145キロ、スライダー、サークルチェンジ、スローカーブ、あとフォークボールも持ってますね。まあただストレートで押してきそうな感じですかね、筒井は。そうですね、速球中心ってなってますんで、まあ、ストレートを中心に待ちたいと思います。初球は何から入ってくるか。初球ストレートズバッときました。これが2球目。これはこの打球はこれはファウルになりそうです。ファウルになります。サークルチェンジですかね、今の判断が重要ですね。なるほど、そう。わ、3球三振ですね。ストレートにタイミング間に合わずと。最後、2点差まで追い上げられましたけども、このままジャイアンツが逃げ切ったというゲームですね。ヒットの数はタイガースが12本で勝ってるんですけどね、ジャイアンツが勝利を収めたというゲームというのはどのあたりがポイントだったんですか。その他の試合経過はこんな感じですね。オリックス強い、そして楽天、前の試合10対0で勝ってましたけど、今回も10対8、かなり得点力上がってそんな感じですね。2試合連続10点。はい、というわけで、タイガースとの3連戦をお届けしました。次回は広島との、まあ、首位攻防といってもね、まあ、あのゲーム差はちょっと空いてますけど、1位2位の直接対決をお届けしていきたいと思います。先発は大瀬良ですね。頑張っていきたいと思いますので、次回もぜひぜひ応援よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。